道サンパルダサヒトアットキリエさん。あれやす、コンビニ入っていい？いいよ。ちょっと一旦ね、うん、近いね、コンビニ。じゃあ携帯借りていい？皆さん寂しがってるって。あ、そう。携帯だけいい？うん、皆さん寂しがってるらしい、うん。嬉しそうは嬉しそうだったね、まず、うん、うん。じゃあ、あのね、よっさんが、まあ気使ってるかなっていうのがあってさ、喋っててね、イベント放送に集中できないんじゃないかなって、うん、そう、やっぱね、俺らがいると、うん、予算のイベントもちょっとおかしくなっちゃうし、そうだね、うん、やっぱ予算はほら一人でやっていきたいっていうのも意思伝わってたし、うん、俺らが今目的を趣旨してるのは一緒に旅を、そうそう、行ける人を探してて、メンバーに加わればよかったんだけどね、予算自身がもうちょっと無理って言ってたね、うん、で、まあおさな申し訳ないけど、うん、やっぱ一人でやっていきたいっていう思いもあったし、で、まあ、ゼロパル旅っていう、うん、やっぱこの俺らの放送じゃないけどね、うん、っていうのもあったから、うん、苦渋の決断を、そう、邪魔しちゃうから、なんか寂しがってるんだったら一緒に行こうよ、今から。俺運転手やるから。そうだね、だから予算の枠でいいし、そうそう、うん、あの今から予算、じゃあ別に旅はしなくていいんでドライブしたい、予算と。そうだね、うん、うん、でも断固として断るでしょ多分ね、予算多分自分の集中したいと思うから、うん、だから俺らはもう放送やめるから、うん、予算が、まあ、携帯をねこうやってやって、うん、でドライブ一緒にね、うん、でそれでちょっとね遠いとこね、うん、うん、旅したいよね、旅したいよ、それと、うん、うん、ドライブしたいね。一言言ってよ、また来ますって。うん、ありがとうございましたね、俺行って帰ってきて、うん、うん、声かけてんのな、最後、うん、トイレ開けたままうんこしてたかな、うん、そう、だからうんこしてる時に声かけたよ、うんうん、で、まあ旅をする人を見つけたが、まあドラゴンクエストみたいなもんで話しかけて、ね、そもそもの行き先が電話をできなかったじゃん、うん、そうだね、だから駆けつけるしかなくて、まあその場で交渉したけどっていうことだよね、うん、そうそう、うん、で結局まあダメっていうことで、まあ泊まろうとも思ったんだけど3日しかないからね、パラパラさん、そう、活動時間が制限時間か3日で、うん、やっぱ予算にも迷惑かけれないしね、イベント中の時に、なうん、会話も一つ一つなんか、うん、あ上げてたし、俺らのことを褒めちぎられて、そう、なんかよっさん気遣わしちゃってんなみたいな、うん、こんなよっさん見たくないなって、でリスナーも見たくないと思うし、うん、まあ、言い訳になっちゃうけど、でもね、あえて手土産持って行って、うん、ご飯呼ばれるっていう、そういう礼儀はできたんじゃない、ちゃんと。そうだね、うん、ちょっと礼儀は礼儀で返したから、うん、まあそこでね、そういう時間が短いか、いや部屋臭くなかったよ、俺は。長いかっていう、分かんなかった、部屋臭かった、臭くなかった、うん、別に臭くなかったよ、うん、よっさんの部屋は別に俺は無臭だったし、うん、何も感じなかったけどね、うん、じゃあ、いや臭くなかった、うん、うん、そう、なんもないよ、ありがとう、なんか、まあだからよっさんとドライブしたい
うわーレトロココードンチキ5倍旅がしたい。ダメかな旅。旅、うん、旅かドライブか、うん、それか吉さん入れて、うん、野田総理に一緒にね。ああそうだね、うん、俺ら野田総理に行きたいわけ、うん、吉さんも含めてね。お金でドンチキやれたー爆投げー。あーいつもありがとうね、まあさん。旅っていうかまあそのよっさんを、うん、まあなんて言うんだろう、よっさんを一緒に連れ回したい、うん、うん、一緒にいたい。とりあえずやっちょの家でも行くか。あーもうツバつけとく、うん、うん、もう行くとこないから。そうだね、もうやっちょにする。それかまあ金梅さんち行くか。梅さん入れてくれるかな。金梅さんのところ 行こうかな。確かに最近絡んでないしね、まあ帝王で次レジェンドに挨拶して、うん、っていう段階踏んでも。そうだね、うん、行きますかじゃあ、うん、ピンポン押して、まあ、ダメだったらもう帰るみたいなね。ダメじゃないと思うけどね、うん、ありがとうドンチキー。ここね、あの差し入れ買って、うん、行こうよ。そうだね、うん、そうしよっか。野鳥はやだ、野鳥やだ、野鳥はダメ。バエさんのとこ行こうかじゃ、うん、どう思うリスナーさん。バエさんのとこ、バエさん、うん、どうすかね。誰か DM ください。うん、 DM ください。何の亀有のね。ああ住所ね、うん、出てるはずだから、うん、まず差し入れだけでも渡すのもいいしね。そうだね、入れてくれないと思うけどな、うん、どうだろうな。おっさん待ってる？うん、ドライブしたいじゃん、マジで、うん、じゃあおっさん無理やり、うん、ねえ乗せる？乗る？で金梅さんにおっさんのとこ行くみたいな、うん、流れ持っていく？それでもいいよ、うん、うん、流れ的には、うん、よっさんを無理やり前に寄せて、もう放送も携帯でやらせてもらって、うん、金梅さんのとこ行きましょうっつって、うん、そういう声かけするか。戻るじゃん、一旦戻るかじゃあ。ちょっとよっさん見てみる、うん、ありがとうございます。10個ドンチキー。はぐれはぐれぐもさん、ありがとうドンチキー。ありがとうございます。ありがとうございます。はぐれぐもさん、ドンチキーやれた。帰ってこれなくなるから行かないって。なんで帰…いや、送るよね、うん、帰ってこれなくなるってどういうこと、うん、ありがとうございます。はぐれメトルさん、はぐれぐもさん、じゃあもう行こう、説得しに行こう、うん、俺説得するわ。説得する、うん、分かった、任して、うん、説得のプロだから。 OK、 うん、さっきずっと誘ってたんだけどね。そう、金梅さんのとこ行きましょうって。うん、予算にはプライドがあるかもしんないけど、うん、そんなのはプライド傷つけないようにするよ。確かに、うん、あー、くれぐもされた。俺は運転手やるから。分かった、うん、はぐれぐもさん、ありがとうございます。ドンチキー。はぐれぐもさん、ありがとうございます。ドンチキー。はぐれぐもさん、ありがとうございます。ドンチキー。ありがとうございます。無理アイテム。ありがとうございます。ありがとうございます。はぐれさん、ありがとうございます。ドンチキー。参加ありがとうございます。これどっち？これ、まっすぐ？左か？左じゃなかったよね、まっすぐ、まっすぐ、うん、はぐれぐもさん、ありがとう、ドンチキー。じゃあ3とこで、うん、
本当お願いするわ。うん、花屋です、トンチキー。あー、エミさんありがとう。ファンタ来た？ファンタ来てないよ。あ、来てるわ。わー、ゼロワン嫌い。すいません、ごめんね、ゼロワン。いや、大丈夫。アンチから。あ、ありがとうございます、アッタスティック。なんでゼロワン嫌いなんですか。あ、落ちちゃなかった。いや、ナビ変えた。あ、ほんと？うん。全て醤油です。ないよ。醤油ないって。醤油俺のところへんにあるでしょ、うん、じゃあ本当にもうバイさんのとこちょっといいですかって、うん、じゃあもう来てね。うん、お醤油探すよ、うん、じゃあ、じゃあ本当にもう無理やり言うしかないわ、うん、やっぱもう腹くくらを綺麗出しても、あ、なんて言おうか、抜け出したこと。ん？抜け出したこと、なんて言おうか。いや、まあ、うん、二人で行こうと思ったけど、やっぱよっさんさんの寂しいって聞いて、うん、本当に、いや、それ傷つけちゃう、気をつけちゃう。寂しいとか言ってさ、気をつけちゃう。それで同情しちゃうってなったら嫌じゃん。そうだね、だから同情させてない、させないように、やっぱよっさんの力が必要ってことか。傷つけることじゃなくて、うん、どうしてもみたいな。あ、ファンタスティックアレとゼロン大嫌い大嫌いファンタ、ありがとうございます。ダラダンチキー、すいません。ハグレグモさん、もう伝わってますよ。すいません、本当に、うん、じゃあごめんね。いや、いい、ゼロン扱っ て, もらってい、いや、そんなことない、大丈夫。いや、もう100個もらっちゃった。うん、ごめんね。あ、いいよ、本当、全然、うん、じゃあ行くか。